皆さん、こんにちは。こんばんは。お疲れ様です。今回はね、めちゃくちゃ久しぶりにトルコリラについて語っていきたいと思います。まあ、これはね、本当に久しぶりですね。まあね、私はね、もう証券口座解約しましたので、FX はやらないので、まあ、なので、あまりトルコリラに関してはね、語り得ない立場になってしまった。ということで、もう動画で語るのはないかなって思っていたりしたんですけど、まあ、何人かの視聴者の方からね、まあ、ぜひトルコリラについて語ってほしいと、まあ、強い強いリクエストが、ありまして、あとトルコリラ円を40円レベルでロングしたっていうね、まあ、そういう人からも、コメントが来ました。ありがとうございます。40円レベルでロングですか。辛いですよね。まあ、でもね、まあ、わざわざコメントを送ってきていただいてありがとうございます。ということなので、まあ、一部の視聴者の方からね、強いリクエストがありました。なので、まあ、トルコリラ円ね、久しぶりに語っていきたいと思います。まず、もうトルコリラ円のこの下落ね、まあ、暴落ね、もう大暴落。これはすごいね。すごいね。本当に2018年ぐらいから、私がね、まあ、言い続けた通りの展開ですか。まさに、まあ、絶望通貨ですよね。まあ、やがてトルコリラ円というのは南アフリカランド円とかと同じぐらいの水準になりますよと。まあ、だから危ないですよと。もうこれはずっと2018年から私は言い続けてきました。まあ、やがてトルコリラ円はね、南アフリカランド円とかと同じ水準まで下落する。ね。ひたすら落ちる絶望通貨。もうトルコリラ円はね、下がることはあっても上がることはない絶望絶望絶望通貨と、まあ、言い続けて、本当にそうなっちゃいましたね。まあでもこれ、まあ、ロングの方はかわいそうですね。本当に絶望ですよね。これただこれどうしようもないと思うんですよ。これね、無理ですね。まあ、もともとは2018年から無理だったんですけど、なんかひどくなってるね。エルドアン大統領が、なんかどん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 ひどくなっちゃってますよね。まあこれ、まあ本当にもうトルコリラ円でロングの方はね、大変ですね。いや、本当に苦しいと思いますよ。まあとにかく、まあ、このトルコリラ円の、まあ、トルコリラの、まあ、大暴落、もうね、これはね、ほんと全てエルドアン大統領なんですよね。インフレが加速してるけど、金融緩和するよとね。いや、インフレが加速してる。じゃあ、それをどうしようか。あ、じゃあ、利下げしようという、めちゃくちゃなことをやってるんですよね。インフレが加速してるんですよね。じゃあ、利上げしないとダメですよね。いやいやいや、俺はエルドアンだ。俺はインフレが加速してるけど、利下げをするぞと。金融緩和するぞと、ばらまきをやるぞと、すべては俺の人気を集めるためにね。まあ、目先人気取れて、でも国全体がインフレでボロボロになっちゃいますよ。いいんですか？いや、いいんだよ。俺さえ良ければいい。ね、エルドアン大統領。ね。いや、エネルギー輸入大国の、まあ、トルコで、ドルに対して下落すると国民が大変なことになっちゃいますよ。関係ないと。ね、俺はエルドアンだ。俺が良ければそれでいいと。まあ、俺が人気を取るために。まあ、目先、ばらまき、金融緩和するぞと。いやー、でも大統領、インフレなんですけど、まあ、それはどうした？関係ない。俺は利下げするぞと。で、まあ、反対する人間はね、誰だろうとクビにするっていうね。もうインフレなんだから、利上げしないとまずいですよ、大統領って。そんなこと言うと、中央銀行総裁だろうと、誰だろうと、財務大臣だろうとね。まあ、誰だろうと、中央銀行総裁でも関係ない。財務大臣でも関係ないと、俺に歯向かうやつは、クビにするっていう、まあ、独裁的な政治。まあ、これが原因ですよ。まあ、すべてはエルドアン大統領ですね。まあ、もうなんかもう、これだけで終わっちゃうっていうか、もう、まあ、トルコリラの下落、暴落っていうのは、まあ、すべてエルドアン大統領です。はい、ということです。まあ、これで終わっちゃう。まあ、どうしようかな。まあ、なんか細かく考察してもね、なんか意味がないっていうかなっていうか、まあ結局エルドアン大統領っていうことなんですよね。まあ一応考察しますけど、トルコのインフレ率って、まあ20%レベル。それなのに、
3回連続で利下げしたんですよ。何考えてんのって。で、金利を19%の水準から15%まで下げて、これで実質金利がマイナス5%でしょ？ね。一応表に出てる数字だけを見ても、何やってんの？何やってんですかってね。まあ、インフレ率が20%。でも、金利15%。あ、実質金利マイナス5%。何やってるんですかって。っていうか、トルコの消費者信頼感指数が、20のちょっと手前か？なんか19.89とか、そんなレベルですよね。だけど、生産者物価指数40%超えている。これ何ですかってね。もうめちゃくちゃじゃないですか。この乖離、凄まじい。いずれ企業は、生産コスト上がってるんだから。まあ、当然それを価格に反映させていくでしょう。あと、トルコってエネルギー輸入に依存してるからね。ドルに対してトルコリラが下落して、ね。まあ、さらに、原油価格も上がって。いや、これってダブルパンチでしょ。どうするのって。ね。まあ、ドル建てでエネルギー輸入しなくてはいけないトルコ。だけどドルに対して、まあ、トルコリラがどんどん下落して、で、さらに原油価格も上がって、これどうしようもないですよね。どうするんですかね。もうインフレ止まらない、止められない。まあまあ、それでもね、エルドアン大統領が利下げだ、利下げだって言い続けてますから、落ちるとこまで落ちていきます。やがて本当、まあ、トルコリラ円で言えば、もう5円を割っていきますよ。やがて。まあ、私ずっと2018年の頃から、いつの日かトルコリラ円は10円を割るって言ってましたよね。で、今度は5円割ります。はい。いずれトルコリラ円は、5円を割っていきます。間違いない。エルドアン大統領がいる限りね、なんかクーデターでも起きて、ね、まあ、エルドアン大統領がいなくなれば話は別ですけど、エルドアン大統領が存在し続ける限り、トルコリラ円は5円を割っていきます。例えばさ、じゃあドル円が、じゃあもし今後仮にものすごく、じゃあ円安に、まあ、なったとしても、125円、まあ、黒田ラインね、まあ、そこがまあね、そのドル円の円安の、まあ、水準、まあ一応限界の目安ですけど、ドルトルコリラは果てしなくドル高トルコリラ安になる、まあ、リスクがありますからね。まあまあ、それを考えると、まあ、トルコリラ円が5円を割るって全然不思議ではない。まあ、いずれなるでしょうね。ごめんなさいね。トルコリラ円でロングをされている方ね。ごめんなさいね。こんな、なんか絶望的なことを言って、本当に、申し訳ないです。どうしようかな。あ、ちょっとね、簡単にトルコリラ円のチャートを振り返っていきましょうか。では。視聴者の方で、まあ、トルコリラ円をロング、されたということなんですけど、いつぐらいにロングされたんですかね。まあ、多分おそらく2015年の終わりから、まあ、2016年の初めにかけて、まあ、それぐらいですかね。まあ、ちょうどこの頃って、あれですよね。トルコリラ建ての、まあ、リツキ国債とか、そういうの結構売り出してましたよね。まあ、今でもやってるか。トルコリラ建てのね。まあ、リツキ債券とか、まあ、そんなのまだ売ってますけど、この2015とか16、17、そこら辺ってとにかく、まあ、高金利ですよとね、高い金利で素晴らしいですよってね、で、元本保証しますよって、すごいじゃんって。だけど、それトルコリラベースで元本保証だからね、まるで意味がないと。まあ、いくら高金利で、まあ、まあ、利益を得ることができても、為替差損で全てが吹き飛んじゃうからね。まあ、恐ろしい恐ろしいトルコリラ。まあ、どうですかね。視聴者の方。まあ、いつロングされたんですかね。まあ、多分2015年の、まあ、終わりから2016年の初めぐらいですかね。まあ、ちょうど、まあ、40円レベルが過去最安値だったんですよね。まあ、リーマンショック後の過去最安値のレベル。まあ、で、リーマンショック、まあ、東日本大震災で、その後、アベノミクスの円安相場で上がって、そこで、あ、その後、黒田バズーカ第2弾があって、で、その後、黒田バズーカ第2弾の後、トルコリラ円が落ちて、で、40円が過去最安値付近だと。で、まあ、おそらくここ強いサポートになると思ったんじゃないですかね。まあ、多分ね。まあ、多分その40円が、まあ、強いサポートになるだろうと思われて、
ロングしちゃったのかな、まあ、多分そんな感じですかね。で、私がトルコリラインのショート戦略を取ったのは、まあ、2018年の最初、まあ、トルコのクルド攻撃からなんですよね。まあ、なんでここで、まあ、ショート戦略を取ったかというと、2017年の後半ね、トルコとアメリカが揉めたときに、その時に、その当時の過去最安値を、まあ、下方ブレイクしたんですよね。まあ、下値ブレイクしたんですよ。で、それを見て、まあ、トルコの脆弱性を感じたんですよ。まあ、そのインフレだけではないと。あ、こうやって外交問題でアメリカと揉めるだけでこんな落ちちゃうんだって。まあ、長期のチャートをね、まあ、その時トルコリラ円の長期のチャートを見て、あ、これってトルコリラっていずれ南アフリカランド円と同じぐらいの水準まで落ちるんだろうなと思ってショート戦略を取ったんですよ。まあ、トルコリラは絶望通貨っていうね。まあ、どんなに金利が高くても、まあ、インフレがひどいので、まあ、実質金利はマイナス。さらに、まあ、中東の、まあ、地政学的なリスクだとか、まあ、アメリカとか、まあ、EU との外交上のリスクがめちゃくちゃ大きいと。アメリカと揉めるだけでこんなに落ちるとね。で、さらに、まあ、トルコはドル建ての借金を、抱え込んでいる。まあ、抱えすぎだよね。で、国内では、まあ、ドル化の動きも活発で、まあ、富裕層はビジネスをするとき、まあ、ドル建ての取引をしているね。まあ、そしてエネルギー輸入国ね。まあ、ドルに対して下落すれば、どん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 インフレが加速すると。で、最後のとどめはエルドアンね。まあ、それでも利下げとね。まあ、こういうおかしなことをする人が、まあ、国を取り仕切っている、ね。もう最大なリスク、まあ、トルコリラの、まあ、最大リスク、エルドアン。もうこれは、ああ、もう下がるだけの通貨じゃんと。まあ、絶望通貨だよねと。まあ、下がることはあっても上がることはないと。まあ、絶望通貨だと思って、まあ、ショート戦略に踏み切ったんですよ。まあ、トルコリラがものすごい弱い。ね、そのまあインフレだけではなく、まあ、脆弱って、まあ、これね、その2018年のトルコリラショックの時に、まあ、世界中の人が知ったと思うんですよ。え、アメリカと揉めるだけで、ね、トランプ大統領が関税かけるぞってね、そういうことを言っただけで、あそこまで下落するのと、ね、あ、もちろんね、投機の仕掛けへの、標的にされやすいってこともあると思うけど、でもね、まあ、それでも脆弱ですよね。まあ、弱すぎるね。で、恒常的なインフレね。で、さらに、まあ、やっぱりね、最大リスク、エルドアンね。まあ、インフレだけど、利下げする。まあまあ、これちょっと、ごめんなさいね。ロングされてる方。ちょっとこれね、もう絶望的すぎて、ダメな、考察すればするほどね、トルコリラは絶望通貨としか言えないな。まあ、ごめんなさいね。なんか、こういうことしか言えないな。まあ、でも、こんな絶望通貨のトルコリラって、まあ、ショート戦略しかないと私は思っていたんですけど、でも実際多くの人がロングしてますよね。トルコリラ円でロングをしている。なぜか。なぜだ。それはスワップですよね。まあ、目先のスワップが入る。まあ、ショート戦略って、まあ、目先スワップ取られちゃうんで、なかなかショート戦略できないと。で、ロングだとスワップが入るからね。まあ、目先こう、スワップがね、お金が入ってくるから、ついついそれを追い求めてロングしてしまうということなんだよね。まあね、でもね、まあ結局のところそういうことをやっても、為替が変動によって、まあ、最終的には為替差損によってスワップ収入なんて、まあ、吹き飛ばされて、ひたすらひたすらマイナスのポジションが膨れ上がっていく地獄のような状態ですね。その、まあ、40円レベルで、まあ、トルコリラ円のロングをしてしまったという視聴者の方には、まあ、アドバイスをくださいと言われても、なんて言えばいいのか、まあ、もっと早く損切りをするべきだったですねしか言えないな。だけど難しかったですよね。まさか10円の水準をこうやって落ちるっていうことは、それだけはないだろうって信じていたんですよね、きっと。まあ、気持ちわかるんですけど、そこまで落ちることないよねってね。ここのラインだけは絶対落ちないでしょうって、まあ、そういう希望的な観測をお持ちだったと思うんですけど、まあ、でもね、エルドアン大統領が存在する限り無理です。このまま5円レベルまで落ちて、まあ、南アフリカランド円とか、メキシコペソ円とか、まあ、そういったのと同じ水準までトルコリラ円は落ちていきます。上がる要素何もない、トルコリラって。何もないな。エルドアン大統領って、まあ、利下げで、インフレに対応するっていうね、まあ、そのめちゃくちゃなことだけではなく、他にももっとめちゃくちゃなことを言ってるんですよね。まあ、海外メディアで、まあ、情報出てますけど、まあ、エルドアン大統領は、まあ、通貨安になっても、まあ、トルコの国際競争力は上がるでしょっていうね。まあ、確かに通貨安になってる、ドルに対して下落してる。でもその分、
国際競争力が上がる、トルコの労働力が安くなるとね。で、それによってトルコが、かつての中国の成功ね、サプライチェーンの、中心になるっていうね、それをなんか目指しているようですよ。かつての中国の成功を、それをお手本にして、なんかそれをなんか夢として掲げている。トルコリラを、その通貨を安くして、で、欧州とか、中東において工業大国になるっていうね、そういうなんかね、ロジック、そういう夢を掲げている。なるほど。面白いですよね。今までトルコって、観光以外にあまりパッとしなかった。で、高金利目当てに、トルコリラに、投資してくる海外マネー、投機マネーに、確かにトルコは依存していたと。で、それを脱却したいと。で、公共大国、サプライチェーンの中心ね。過去のその中国の、成功をお手本にして、工業大国になるぞと、サプライチェーンの中心になるぞと、そんな野望をエルドアン大統領は持ってるようです。でも無理です。無理、無理、無理。なぜかというと、トルコはエネルギーとか原材料を輸入に頼ってるんですよ。じゃあ、ドルに対して下落したらどうするのって、もうめちゃくちゃじゃん。ということで、ごめんなさいね。無理です。トルコリラ。今後もエルドアン大統領、利下げ圧力かけ続けるんじゃないんですか？で、トルコリラが下落して、ますますドル建ての、輸入が苦しくなって、インフレは加速する。もうダメですね。あとは、どこかでトルコ国民がガチで怒って、クーデターやる。政権ひっくり返す。でもなんかデフォルトとかになっちゃう感じもしてきたな、トルコ。いや、アルゼンチンとかさ、あとはジンバブエとか、もちろんね、そういう国と比べたらマシだよ。デフォルトはないか。だけど、でもな、一回トルコクーデター未遂とかあったし、どうなるかわかんない。トルコ。本当。とにかくエルドアン大統領が存在する限り落ちるとこまで落ちていくでしょうねと。ただ、今後の目先の戦略ね、今の水準からロングするのはどうですかっていうご質問なんですけど、短期で利益を上げるつもりなら一つの方法ではあるかな。あんまりもうやらない方がいいと思うんですけど、でも、今の水準からロング、短期の利益を上げるならばね。というのも、2018年のトルコリラショックの時も、あそこまで急激に、トルコリラが下落、大暴落して、だけどその後トルコ中銀が緊急利上げで一気に回復させて、一時的ですけど、ね、その15円水準の、トルコリラ円、20円超えて、22円レベルまで上がりましたよね。あれも短期の目線でロングをした人は大儲けしてますよ。あの時はね、トルコ中銀がその本気になったと。本気で緊急対策を講じた。で、そこに投機の仕掛けが乗っかって、上がったと。また同じようなことが起こるかなって。そこにかけてみるのも、一つの方法ではいいと思います。これ以上の通貨下落とインフレに、トルコ中銀が本気になって動いて、また、緊急利上げとかやったら、トルコリラ円も一時的に、上がっていく、トルコリラ円が復活する可能性はあると思います。ただ気をつけてほしいのは、エルドアン大統領ってあまりにも通貨が下落したら、一応は緊急利上げは容認する。でも結局、その後で、利下げ圧力やるんだよね。これ繰り返してんだよ。2018年の時もトルコリラショックで、あれはやばいと。で、トルコ中銀が緊急利上げ。一応、エルドアン大統領それを容認した。でもその後でまた利下げ圧力って、そういうことするから、それを繰り返してる。なので、一時的にトルコリラが復活しても、また落ちていきます。結局はエルドアン大統領の利下げ圧力はなくならないと。ということなので、わずかな反発を狙ってロングするのも今の水準でね、悪くはないと思います。一つのその短期の利益を目指すっていうことではね。だけど気をつけてください。いずれ下落しますんで。だからわずかな反発を狙って、ロングは悪くはないですよ、今からね。目先、短期的な利益を狙ってここでロングするのは悪くないけど、でも気をつけてください。いずれまた下がります。結局はトルコリラは右肩下がり。結局は、長期目線ではひたすらひたすら落ちていきます。でもね、もうトルコ中銀は今のエルドアン大統領に反抗するだけのパワーって残ってないんじゃないのかな。もう無理なんじゃないのかな。もうちょっと、もうなんかあまりにもエルドアン大統領が独裁的なんで、どんどんそのトルコ中銀ね、総裁って、クビにされてますよね。ちょっともうトルコ中銀ってエルドアン大統領に反抗するだけのパワー残ってないかもしれないですね。もしかすると緊急利上げではなく、
さらに利下げとかやってきたら、ガチでトルコリラは、速いスピードで奈落の底に落とされます。まあ、なので気をつけてくださいね。今、目先短期的な動きを狙ってロングをするのも一つの方法としてはいいんですけど、見極めが難しいですから、気をつけてくださいね。まあでも今後どうしたらいいんでしょうかっていうご質問に関しては、まあ損切りだけは絶対したくないんですよね。本当はもう損切り、もうトルコリラから手を引いた方がいいと思うんですけど、まあでも損切りはしたくないと。難しいな。まあもう今の水準から新しくショートポジションで両立てみたいな戦略は取れないと思いますので、そうだな、まあそのどれだけの資金力をあなたが持っているのかっていうことですよ。まあ、ロスカットされない資金力があるならね、まあ FX 口座にお金を入金し続けて、いつの日かスワップが含み損を超える日が訪れるのを信じて待つしかないかな。どうしても損切りしたくないというのならば、いつの日かスワップ収入がね、含み損を超える日が来る。それを信じて待つしかないかな。まあでも辛いと思うんだよね、それね。苦しいと思うんだよな。もうスパッと諦めて損切りした方がいいんじゃないのかなって思うけどね。まあでもまあね、まあどうしても損切りをしたくないというのならば難しいですね。まあでももし本当に長期で、じゃあポジションをね、保有するのならば、2023年にエルドアン大統領が選挙で負けることに、まあかけてみるっていうのもね、まあまあしょうがないかな。まあそれも一つの方法かな。まあ、どうしても損切りが嫌だっていうことだったら、まあ、長期積み立て投資みたいな感じでやるしかないですね。いつかエルドアン大統領が負ける、またはいつかスワップが含み損を超える日が来る、まあ、それを信じて待つしかないかなというところですね。すいません、なんかこんなことしか言えなくてごめんなさいね。まあね、まあ、トルコリラ円のロング、まあすごく精神的に苦しいと思うんですけどね、まあ頑張っていきましょう。はい。はい、ということで、まあこれからもね、時々は、トルコリラに関する、まあ、考察動画アップロードしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ということです。はい、では今回は以上です。最後まで聞いてくれた方ありがとうございます。